ではここでやってみたいと思います。まず親指シフトの練習ソフトのを使う環境を作ってみたいと思います。今、ATOK2900 プレミアムを使っているんですが、まずはローマ字変換からカナ入力します。カナ入力にしないと、親指シフトの練習ソフトは使えないのです。でそれから親指ヒューンを実行しておきます。で一応プロパティを見て、プロパティですね、一番上になっているので、この配列にするというのを選びます。なんて読むんでしょう、わかりませんが、とにかくこれをやっておきます。で、親指シフトを起動します。で、前回は、どこまで行ったんですかね。これはもう、今やったっていいんですけども、これはもうやりましたね。なので、もうどんどん飛ばしていきたいと思います。練習問題25までは行ったと思うんです。ここですね。で、これをもう一度やってみたいと思います。なんかもう結構忘れていますね。全然忘れてますね。やはどこだ、やは。ああ、上でした。なんとなく思い出しました。今度はうまくいきそうです。そうでもなかったですね。レはどこだ、上か、上ですね、上でした。レ、ここはなんとか、右の手と左手と同じほとんど動きのはずなんですけども、レはどこだ、レは、上でした。くそ、これは結構レはどこだ、レは、上なんですか、レですね。ここら辺はなんとか、矢は上か下か、上でしたね、上で、下、いいうも結構だいぶミスがなくなってきたと思うんですが、ちょっと時間が空いてしまうと分かんなくなってしまうんです。矢は上ですね、こっちの、矢が上ですね、上、下の遠いところ、そのままちょっと右、もう一回やってみたいと思います。結構ミスしないまで来たような気がするんですが、違いましたね。レが上ですね。レが上なんだけど、ここで、こうですね。右手の方はなんか覚えが、要はどこだっけ？そうですね。どっちもどっちかなっていうような。なかなかこれをノーミスでやるというのは難しいですね。今のところはノーミス。これは上ですね。上抜きです。遠いと。
いや、上ですね。遠い、いや、ち、遠い、近い、遠い、そのままちょっと遠いですね。この遠いというのは、その指の位置が遠いのです。同時立てをするときに。人差し指が遠くまで、動かさなければいけないということですね。い、小さいも遠いです。矢は上か下か上ですね。レも上。これ下。下の遠い。そのまま。あ、ちょっと遠い。上ですね。遠い。ちょっと遠い。ここら辺に行くと大体指が、文字が覚えてるというよりも指が覚えてるっていう、あ、これ上でした。上。下。下の遠い。そのまま、ちょっと遠い。という感じですね。指が動くので、文字自体はあんま覚えていないのではないかなという感じになりますね。もうちょっと動かさなければいけなかったです。ああ、くそみ。一つ一つ、冷静に考えればわかる上です。上、下の遠い、そのまま右。これはちょっとノーミスでやってみたいと思います。いい。も。ああ、も。これは難しかったです。一つ右行けばいいんですが、人差し指の。一つキーをずらせばよかったんですが、人差し指の。それがうまくいきませんでした。下。ぬは下です。上。上。下の通り、そのまま右。なかなかノーミスというのは難しいですね。もう、よし、これはうまくいきそうです。湯か。改めて思い出す湯は下でしたね。指が覚えてるので、文字だけだと分かんなくなってしまうんです。上、上、下の通り、そのまま、よし。今はノーミスでいったと思うんですが、もう一度やってみたいと思います。ここまではノーミスですね。あ、くそ。下でした。人差し指を下に持ってこなきゃいけなかったです。ヌの場合ですが。上、上、下の通り、そのまま右。あ、くそ。上でした。ちょっと上。で、これは遠い。上、下の通り、そのままちょっと右。これでダメだったら、どうする？もが、そうですね。もがやっぱ遠いんですね、指が。にも、あ、なんとか来ましたが、指がこう覚えてしまっているので、文字自体はそんなに上ですね。上、下、遠い、下の通り、そのまま右。で、ちょっともう一度次の他の問題やってみたいと思います。そうすれば文字が覚えているかどうか分かると思うので、これもどう？じはどうだ？じは上か。どうぞ。ば、ああ、わかんなくなってきました。ここは確かやったような気がするんですが、パ、バ、プ、プは、これやったか。全然わかんなくなってしまう。ゲゴ、ゲブ、ゼザ、ゼベはわかるんですが、ど、じ、どぞ、ば、パワー。